ご視聴ありがとうございます。今回はヤフーニュースを読み込んでいきたいと思います。最近こういうのね、なかったですけども、たまにはいいでしょ？あとちょっと時間なくてね、緊急で動画撮ってます。と言いますのもね、このニュース記事ね、ちょっと僕にとってはね、重要なんですよね。やっぱ地元なんですよ。新常磐交通上皇はね、まあ僕の、まあ、地元のね、バス会社なので、やっぱこれはね、やっぱ語らないといけないなぁなって思いまして、語ります。よろしくお願いいたします。はい、今回はね、新常磐交通バス廃止方針の15路線のうち5路線を存続へ、いわき市が経費補助を増額、福島ということでね、まあ補助金ですよね、補助金をね増額して廃止っていう決まってたところあるんですよ、15路線ね、それをねのうちの5路線、まあ10路線は削られるんだけどね、をね、まあ5路線存続ってことでやるってことですよね。これがどういうことを意味しているのかっていうことをね、まあ僕もね、いろいろこれ経験しているのでね、語りたいと思います。はい。僕の動画でもね、日々こうやってね、バスのことなどを配信しております。興味がある方はチャンネル登録をお任せしますので、よろしくお願いいたします。各種 SNS やっております。X の方にはね、日々のこと配信しております。それがね、ネタになって、こっちのね、メイン動画になることも多くありますので、よろしくお願いいたします。フォローね、お願いします。あとメンバーシップやっております。バスに興味がある方が集って、楽しいことを語っております。週1生配信、水曜日にやっております。普段言わないことなどね、こちらで配信しておりますので、490円払ってもいいかなって思う方は、参加のほどお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、始めていきます。ちょっとね、これ読んでいきますね。テレビ U 福島の記事ですね。この、本当に地元のテレビ局ですよ。TUF です。はい。そこではね、こういうことが語られております。路線バス15路線の廃止を打ち出していた福島県いわき市の新常磐交通は、市からの補助金増額を受けて、5つの路線を存続させることになりましたと。ね、これ上皇、いわき駅前だね、これね。はい。南側になるのかな、これね。まあメインのところですよ。ロータリーね。まあ新しいんですけど、ここね。いわき市の内田市長は、8日に発表した新年度予算案の中で、4月のダイヤロ改正で、路線バス15路線の廃止を打ち出していた新常磐交通に、経費の補助を増額する方針を明らかにしましたと。これを受けて、新常磐交通では通学などの利用の多い5つの路線を存続させますと。存続するのは、平から吉間、平から江名、泉から江名、平から湯本を経由して、湯本市内循環。まあ、湯本市内循環というのはね、まあ、湯本の街中ね、そこに行く路線です。そして、菊田省の5つの路線ですと。はい。内田市長は公共交通の存続のため利用を呼びかけていきたいと話していますということが語られていましたけども、これ結構ね、補助金を出してバス路線を残すっていうことで、まあ、やっていけないからね、廃止にするんだけど、そこにこう補助金と。もっとも多分ね、上皇でも、もうこの15路線も補助をもらってやったと思うんだけど、どうしてもっていうことでね、多分5路線、さらに補助金アップでやるんだろうけど、それでもね、補助金出してもらってもね、赤字確定のところ多いんだよね。もう、まあ、燃料費、運転手の給料、まあ、きついと思うんだよね。だからね、根本的にこう解決じゃないんだよね。まあ、根本的とか抜本的に解決するには、まあ、やっぱり路線廃止になってしまうんだけども、路線廃止ね、されてダメだからっていわき市が補助するんだけど、これどうなんだろうね。また低賃金になる可能性があるんだよね。多分給料、上がらないって思うんだよね。これってずっと昔からやってきたことなんですよ。僕が前いた会社もそうでしたし、こういうことってね、ほんと、まあ全国でもそうだけど、多いんだよね。で、これによってね、まあ、運転手の給料上がるぐらいの大量の補助金を、こう、まあ上皇なりにね、副皇なりにドカッとこうね、やらないと思うんだよね。まあ、多分必要最低限だと思うんだよね。この補助って。概要詳しく見てないからわからないけど、まあ、ね、僕ね、まあ、長くバス会社に勤めてるんで、やっぱりわかりますよ、それは。今もやってるけどね。上がらないんだよね、給料ね。が僕の個人的な意見なんだけどね。これ多分ね、結構きついと思うんだよね。多分、これによってね、人手不足って解消ならないんだよね、多分ね。本当にならないと思います。はい。で、これに対してのね、コメントあるわけですよね。これちょっとね、読んでいきますね。まあ、12件入ってますね。これ少ないけどね。まあ、地元福島のローカルな記事だと思うんだね。はい。通学を主とする学生さんには朗報でしょうかね。だけど、根本的な解決になったのかな？疑問だよ。いわき市からの補助金でドライバー不足を解決へと導けるのかな？耳が痛い話だが、補助金のしわ寄せが市民の懐へ響いたりすることのないようにしてほしいねと。バスのね、利用しない人はね、こう思ってるわけですよね。全く関係ない人は確かにそう思うだろうね、本当にね。全く関係ない人はね。まあ、将来のこととかもいろいろあるだろうけど、まあ、それを抜きにして全く関係ないと思ってる人にはね、こう、やっぱりしわ寄せっていうのは思うだろうね。うん。まあ、当然そうだよね。路線減って負担が減ると思ったら、補助金もらったから路線復活って。結局、運転手のこと何も考えてない。路線復活より運転手の給料上げてやってよ。そうそうそう、これはね、僕と同じ意見。路線バス業務が低賃金、長時間労働をやめた元乗降運転手よりと。ね、これはポチ、クリックされる。これは本当になるほどなと思います。多分、
こういうふうにね、バスの運転手は思いますよ。この人がね、今何やってるか分かんないですけど、元ね、上皇にいた運転手なんだよね。はい。市の財源には限りがありますと。利用者がほとんどいない路線に税金を注ぎ込んでまで存続させるのは疑問が残りますと。まあ、誰も乗ってない空気輸送のところにね、こう、朝晩の学生が乗るからって言って、税金を注ぎ込んでっていうのは確かに疑問が残りますよね。でもこれだとね、まあわかるけど、多分本当に必要最低限のところに路線を、ね、残すんだろうから、利用者がほとんどいないところに税金ではないんだかもしれないよね。まあ、今回のことはね、これはちょっとあれかもしれないけどね。呼びかけるって、実際に呼びかけられたことある人いますか？なるほど。うん。そうやね。うん。なんとも言えないけど。まずは市長を筆頭に役所の人間が乗らないと。まあね。うん。役所の人間以外乗らなかったりするからね。うん。わかる。うん。利用の呼びかけ。使わないでしょ。何も変わらないんだから。うん。まあね。不便なところはまあ使わないからね。多分ね、根本的に、解決はしてないんだよね。うん。誰が運転するの？まあそれね。運転手だよね。だからそういう、誰が運転するのってことや。うん。多分、まだ運転手辞めてったらまだこれもね、うまくいかないと思うんですよね。これ、バスはもう限界ですね。オワコンってことだね。うん、積んでるってことね。なるほど。なんで安いのに働くの？まあ、これはね、バスの運転手は潰しが効かないからですよ。本当に、二種免許持ってる、二種免許っていうやっぱりものを持ってると、やっぱりね、次もバスってなるんでね、なかなか辞めれずにいないんだよね。結構、ほんと、潰し効かないんだよね。トラックに行けばいいっていうのもあるけど、トラック運転手になってる人も多いですけどね。でも、バスにね、しがみついてるのは僕もそうだけど、やっぱりね、この業界に長くいるとね、なかなか潰し効かないんだよね。ほんと、マジでね。だからこれ、こういうふうに言うのもわかるけどね。そうなんだよ。これね、本当にね、マジで、本当に、耳が痛いんだけどね。うん、新庄湾交通の路線バスの運転手は態度悪い奴が多いんだよって。これはちょっとね、個人的な意見だよね。うん。はいはい。ということでね、やってまいりましたけども、きつい話だよね、本当にね。うん。ねえ。まあ、ここはね、いわき市をメインにやってるね、バス会社さんでね、あとは高速バスとか運行してるんだけど、まあ、仙台線なんかも、あとは東京線とかね、廃止というかね、路線縮小、まあ、運転手いないからね、まあ、路線休止とかね、高速バスも運行できずにいるんです。本当にね、人手不足が激しいんで、こういうところはね、まあ、乗降だけじゃないと思うんで、まあ、バスの運転手はね、他にもね、給料いいところ、まあ、少なからずだけど、ちょっといいところとか、やっぱり、その、今自分が勤めてる会社より条件いいところあるんで、まあ、ここだとね、いわきだとね、乗降より給料いいところあるんですよ。そういうところに、こうね、引き抜かれたりね、まあ、行ったりしてる。まあ、会社名はね、言わないけど、あるんですよ、うん。僕の知っている限りでもね、二つくらいはあるんで、そういうところにこう、ね、行ってしまうのはあるんだよね。元上皇の運転手で友達いるんだけど、まあ、そっちの方に行ってるんで。まあ、こういうことを考えるとね、いかにね、低賃金かってことわかりますよ、本当に。すげえ働いてね、それくらいの給料しかもらえないんだ、なれば。うん、路線維持していけないんだけど、維持していけないから廃止にするんだけど、なんかね、あれなんだよね。効率化を図って、すごいこう、いろんな既存の路線をこう集約して、結構ね、ダイヤきつかったりするんだよね。本当にきついダイヤ組ませたりするんで、そんでね、安い賃金だと、やらないよね、本当にね。僕もね、バスの運転手であり、バス系 YouTuber なんで、あんまネガティブな配信したくないんだけど、なかなかね、きついんで、やっぱり、これはやっぱ言っていかなきゃダメなんですよね。あんまりね、ポジティブな話がだんだんなくなってきたんで、ね、厳しいですよね。その中でもね、やっぱり、いいところ、バスの運転手で、やっぱりここだったらいいなっていうところをね、いいところもやっぱ、少なからずはあるんですよ。そういうところにね、やっぱり流れていってしまいますよね。そういうところをね、探すのにね、最適なね、サイトもあるんですよ。バスの運転手をやるのにね、最適な会社探せると思うんですよ。いっぱいこう、会社出てくるんですよ。まあ、常磐交通なんかも出てくると思いますけど、多分そういうところには人は集まらないわけだから、なんつうのかな。条件がいいところね、そこをピックアップしてね、探せるサイトがね、ドライバーってとこがあるんで、そこでね、探してみるといいかもしれないですよね。結構求人出てるんで、バス以外にもトラックも出てるんで、まあ、条件いいところあると思いますよ。うん、そういうところにね、やっぱ流れていっちゃうのかな。まあ、うん。探した方がいいと思いますよ、本当に。バスを楽しむんであれば。まあ、給料関係なくてね、うん、まあ、この上皇でもね、割と緩い路線をやりたいっていう給料を望まないんであればね、休みも休むとかいう感じだったら、ね、やれると思うんだよね、上皇でもね。うん。きつい、うん、ことも、会社に言っといて、それでも取ってくれるんであれば、スクールバスなり、コミュニティバスなり、いわき市内のちょこちょこっとしたのね、やることもできると思うんだよね、常磐交通でもね。だから、そういうのをやってもいいかもしれないよね、余裕がある人はね。うん、バス本当にやりたいんであれば。うん、いかがでしたでしょうかね。まあ、本当にね、もうちょっとね、こう、いわきだったり、いわき市、福島県、あとは国とかもね、やっぱりバックアップしてね、本当に給料を上げていかなければね、どん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 ね、積んでいきますよね。こう、いわき市だったらね、もう平らのね、街中中心市街地だけしかね、走らなくなってしまいますよ、本当に。うん、そこでもう終わりっていう。うん。まあ、軍部にはね、もう行く路線はなくなるっていう。あとは高速バスの東京線とか仙台とか一部のね、収益が取れるところだけで残して、コンパクトモデルにね、なっていく、だと思いますよ。それだとね、多分やっていけると思うんだよね、上皇でもね。あとはこう、厳しいところはね、どんどん廃止で、もうそれしかないんじゃないかな。うん。それだとね、コンパクトにできるんであればね、うん、多分、上皇もね、やっていけると思うんですよ。でも、それが厳しいからこうやってね、補助金を出していくんでしょうから。だから、これからの日本の課題だよね、すべてね、これはね。うん。というよね、まあ、僕が言っても解決はできないかもしれないですけど、こういうニュースがあった感じっていうことをね、皆様に、ね、伝えていきたいと思います。少しでもね、バスのことにね、興味持っていただけるために僕はね、こういう配信をしているので、今後ともよろしくお願いいたします。はい。僕の動画ではね、日々こうやってね、バスのこと、車のこと配信しております。興味がある方はぜひともチャンネル登録の方をお任せしますので、よろしくお願いいたします。各種 SNS やっております。Twitter X には、
こういうバスのことの最新情報などを配信しております。それがね、メインチャンネルに活かされていくと思います。興味がある方はよろしくお願いいたします。メンバーシップやっております。各種メンバーシップ、月額490円で、月5回ほど、まあ週1で生配信やっておりますので、そちらではね、バスのこととか、あまりね、こう、込み入った話、深い話はね、そちらで本当にしていますので、メインチャンネルではね、話さないことをね、話しています。興味がある方はね、参加のほどよろしくお願いいたします。はい、それではね、関つばチャンネルでございました。ご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。今回ちょっと雑になってしまいましたね。すいません、ちょっと時間がなかったんで、またよろしくお願いいたします。どうも、はーい。